皆様改めましてこんばんはございます。前座級とすると非常に失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、ジャズバンド非常に素敵な演奏をしていただいて、その後の演奏なんかかなりプレッシャーがかかってるんですけど、その辺はご愛嬌ということで聞いていただければと思います。では始めたいと思います。よろしくお願いします。
といきなり僕オーダーの調子が悪かったんですけど、YMO のテクノポリスっていう曲で僕オーダーを使った曲です。ちょっと古い曲なんですけど、割と YMO ではポピュラーな曲となっています。で、本日は改めましてご来場いただきましてありがとうございました。7月6日七夕の前夜ということで、七夕イブライブというとちょっと語弊がありますけど、七夕の由来というのは多分ご存じの方多いと思うんですけど、中国が発祥の地で織姫と彦星様、お二人が一年に一度会える、この日に会えるというのが、七夕の由来で、実はこれ諸説がいろいろあって、この織姫と彦星は実は結婚しているけど、遊び人なので神の怒りに触れて光を裂いたという話題もあるそうです。で、あとはもともと七夕は旧暦なので、7月7日ですけど、大体地方の七夕祭りって8月の大体上旬にあるので、本当はそちらが正しいそうですけど、新暦っていうか、ちゃんと今の暦に合わせると7月7日になるというような状況にあるみたいです。で、ちなみに2人を裂いている天の川っていうのが直径10万光年ぐらいで、光の速度で10万年っていう、ほど遠く、もうとてつもなく遠いので、この1年に1回ちゃんと会えるのかどうかっていうのもありますけど、そんな話です。はい、ということで、すみません、最初に申し遅れましたけど、今日は雑学ライブということで、この手の話をいろいろさせていただいて、で、今日のライブの話を少しでもちょっと記憶に留めていただいて、飲み会で、そういえば、なんか、雑学こんなこと話してたなっていう、飲み会の種になればと思ってます。はい。で、早速なんですが、ここでちょっとメンバー紹介をさせていただきたいと思います。まず、オンボード、キヨさん。続きまして、オンギター、ジローさん。で、オンギター、僕の後ろなんですけど、ゼッコさん。ちなみに彼の名字はですね、非常に珍しくて、今、ゼッコさんと申し上げましたけど、下、ベロの下に古いと書くそうです。多分日本の名字でもかなり希少価値の高い方じゃないかな。出身どちらですか？出身は名古屋です。ベシさん。最後、我らが音体バンドマスターのウッチーさんです。ということで、2曲目に行きたいと思います。
やっぱりメンテナンスが悪いみたいで申し訳ありません。はい、気を取り直して、コズミックサーフィンでした。最初に説明をちょっとまた落としてしまったんですけど、七夕っていうこともあって、今日はちょっと宇宙物で攻めてみようかなと考えております。雑学ネタです。で、7月というと、僕らの世代だと、まあ、50代半ばぐらいの方だと、多分ライブで見た方が多いと思うんですけど、アポロ11号の月着陸が、一番最初、宇宙の話題としてあげられると思います。7月21日の日本時間の11時56分、ちゃんとこれ調べましたから間違いないと思います。に、アポロ11号の月着陸船のイーグルが静か無二に着陸した人類初の、月着陸を成し遂げたということで、アームストロング船長がその時にこれは一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な一歩という有名な言葉を残して月に降り立ったんですけど、実は裏話がこれにはありまして、ウィキペディアにもあんまり載ってない話なんですけど、実は月着陸船が月に降りようとした時に候補地を実際に人間の人に一応写真で候補地は地球から確認してたらしいんですけど、クレーターがいっぱいありすぎて降りる場所に実際に試行錯誤してたり、で気がついたら着陸する燃料がもう30秒しか残ってない。実際これ実は NASA のヒューストンの基地と月着陸船との間に更新でサーリーセカンドっていう言葉が入っているので、実はこれウェブでもネットでも聞けるんですけど、その30秒しかないということを伝えて、もうアームストロング船長が決意してそこに降りたというのが静かの海という場所だそうです。あまり知らないですよね、この辺ね。酒のネタにもならないかなということで、寝ない、まあ、すいません、寝ちゃいました。雑学のやつでございますという、こう裏話があって、でアポロ の計画はそれからあと5年ぐらい続きまして、結局予算がいっぱいかかるということで中止になってしまいました。ただすごい宇宙開発に貢献した宇宙開発だと思う、ロケットだと思います。でその後に例えばスペースシャトルにつながったりとか、国際宇宙ステーションに今ある姿になっているんですけど、スペースシャトルも最初は再使用できるという、宇宙船でロケット打ち上げるよりも安く上がるだろうという目論見で始まったらしいんですけど、実はメンテナンス等でお金かかるので、結果的にはロケットの打ち上げる5倍ぐらいの費用がかかったということで、オバマが1人をやめたというのが2つネタでございます。しんまいしないしということで、はい、気を取り直して次の曲いきます。ちょっと鳴っちゃいましたね。はい、続きまして次の曲も、YM の曲で Behind the Mask、 ボコーダーを使った曲で、これは今回でこのバンドのライブ3回目なんですけど、第1回目から演奏している曲で多少はちょっと良くなったかなっていうところもあるんですけど、まずは聴いていただければと思います。
サポーターの調子がやっぱりよろしくなってっていう感じと。もしもし。あ、出てますね。演奏するがあんまり聞こえない。ではここで我らが歌姫に登場していただきましょう。先ほどもジャズバンドに出ていただいたゆかりさんです。はい、ありがとうございます。ちょっとこの後2曲彼女と一緒に歌いたいと思うんですけど、その前にまたちょっとここで小話をさせていただきたいと思います。今回ちょっともうちょっとまともな、あの打ち合わせではなくて、実はですね、あの JAL のフライトアカデミーっていうところに所属している人からちょっと面白い話を聞いたことがあって、あの彼女は客室乗務員の教育とかをやってるんですけど、いろいろとこう我々の生活にも使えるようなことをいろいろ教えてくれました。で、あの客室乗務員あるいはあの空港にいる地上係員の人に伝えるのは10の原則があるそうで、一つは身だしなみで、あとは顔の表情で、あとは立ち振る舞い、あとは事前準備、意識、コミュニケーションとかいろいろあるんですけど、その中であの彼女が強調したのは、全部4つぐらいあるんですよ。一つはあのおしゃれと身だしなみは違う。皆さん分かりますよね、身だしなみとおしゃれの違い。彼女が曰く、おしゃれっていうのは自分のためにするもので、身だしなみはお客様のためにするものなので、ここを間違えてはいけない。おしゃれをしたければ仕事以外のことでも好きなだけやればいいけど、身だしなみはお客様のためなので、あのちゃんとお客様を意識しなさいっていうことを教えるそうです。で、あとはあの挨拶の仕方もこれも徹底的に教え込まれるらしくて、あの皆さん飛行機乗ったことある方は分かると思うんですけど、あの入り口でこう客室乗務員があのこうニコニコしながら挨拶してくれますけど、大体あの、まあ、全ての飛行機ももちろん僕は乗ったわけがないんで分からないんですけど、彼女たちはこんにちはあるいはおはようございますっていうふうに答える例が多いそうです。で、これを例えばお店内にいらっしゃいませになっちゃうと、お相手から返答がない。なので、あのどういうことか、結果的に言うと一方通行の挨拶をしないということを強調するそうです。で、こんにちはとか挨拶、あのおはようございますだと、お相手もあおはようございます、こんにちはっていうふうに返せるんですけど、いらっしゃいますだとあのこちらから返すことができないということを強調して教えるそうです。で、最後にあの彼女がまた強調したのは、小さな酢を使わない。わかります、小さな酢。あの一つの例としてはアチ、ああそれはもう名前ですね。飛行機乗れなくなっちゃう。これがゼコで、あのもうここは徹底的に押されるそうです。あっちこっちが、あちらから、あるいはこちらからっていう。だから彼女たちは、ほとんどその、ほとんどがまず会議なんですけど、あっちこっちって言い方をお客様にしないそうです。で、この辺をもう徹底的に、あのそのフライ、JAL フライトアカデミーの先生は教え込んで、完璧に教え込んだ人を、まあ、客室乗務員として、あるいは地上係員として送り込む。こうなかなか、この我々の人生の中でも使えそうな、内容かなと思ったんですけど、あ、使えないかな。ということで、じゃあ次の曲いきましょう。なんかいい曲。あっちの曲です。あちらで。次の曲はあのこれ前回のライブでレディオジャンプっていうやはりバイエマの曲です。じゃあよろしくお願いします。Oh, yeah.
何その振りに振るというやめてください。どうですか、何をどうですかでしょう。雰囲気として。雰囲気、何の雰囲気ですか。ただやっぱりスナックでホステスさん相手にカラオケをやっててリクエストをやってたんで、ロニーチャップで、ロニーチャップですか、銀座の恋の何ですか、銀座の恋のホステス、ホステスワード、いや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 、素敵な声の始まりじゃないですか。そうあれ、ダンスですか。全然俺に笑ってくれないんだ。親瓶が親瓶が令和よ、もう親瓶すいませんいいね、いや、今なんかポッと出たんですよ。いいね。え、誰の真似でしたっけ。ね、さっきからジャズ聴いていただいた方にはこの180度違うゆかりさんの姿が、はい、あ、そうじゃないか、単にこの我々のバンドに飲まれちゃってた。いやいや飲まれちゃった。いや、飲まれちゃって、クロスしてるだけですからね。そうですね、はい、あの、クマさん食べようと思って。いや、はい、いいんですよ、クマ。なるべく出しゃばらないようにと、いや、出しゃばっていただいていやいやいや、じゃあちょっとまたここで小話をいいぞそう、やっぱりね、演奏であまり出てないんで、こうお話でなんとかえで、ちょっと先ほどはちょっと高尚な話題をしましたけど、少しここでレベルを下げて、ドラえもんの秘密兵器についてちょっと皆さん考えてみたいと思うんですけど、まあ、ドラえもんいっぱいこう秘密兵器、彼は、まあ、そうですね、持ってますけど、彼って言ってますね。で、その中でよくこう、まあ、僕の飲み会の時に話題になる話題がありまして、ドラえもんの3つの兵器の中で、どこでもドアと、もしもボックスと、タイムマシン、この違いはどこにあるのか、あるいはどれが最強のものか、皆さん分かります？って分かんないですね、一緒に振っても。まず、タイムマシンは、まあ、読んで字のごとく、もう過去にも未来にも来るんですけど、もしもボックスとどこでもドアは、過去、未来に行けるのかっていう議論によくありまして、いろいろ調べてみると、特にその辺の記述は何もないんですよね。なので、面白いでしょ。でただ、結局、いろいろこう議論していくと、どうも一番強そうなのが、もしもボックスじゃないかと。要するに、という意見が出ましたね。まあ、もしもボックスはこう電話ボックスみたいなところをドア開けて、もしもこういう世界になったら、あるいはこういう世界だったらどうだっていうふうに言うと、周りはこう風景が変わって、その自分の期待通りの場所に行けるんですけど、特に、何年前に、あるいは何年後に行けるっていうことは特にアニメの中では触れてないので、その未来社会過去に行けるっていうのはあんまり前提としてないんじゃないかっていうのが飲み会の我々の結論でした。はい、すみません。これもすみません、飲み会で振ってください。じゃあ、行きますか。こういう受けない話題を受けるのは、はい。そうしましたら、次の曲は、今回のライブでちょっと入れてみた曲なんですけど、アルフィーのスターシップ、かなり古い曲なんですけど、かなりでもないか、やはり宇宙にまつわる曲ということなので入れてみました。はい、ゆかりさんとのコーラスで歌いますので、どうぞ聞いてください。キヨさんもいます。あ、そうか、ごめんなさい、キヨさんもいます。もうダメですね。はい、コーラスが入る歌でございます。ペシさんも入ります。
Thank you.
スターズ行くんですけど、もうリーダーの高見沢さんが還暦を超えても未だにド派手な格好で、ライブをすること、なんかそれが非常に印象的で、ライブに出ると、大体、僕と同じぐらいの世代の人が来ているので、こうなんか共通の一体感があるかなっていうふうに思ってます。で、スターシップ、そうだ、鳥さん、もう完全に自分の世界入っちゃいました。ゆかりさんにはまた後ほど登場していただきますよ。はい、ご協力ありがとうございました。スカラシップでした。ちょっとここでまた週の話題に戻っちゃいます。惑星探査の宇宙船ってこういろいろ今まで過去に何度も飛ばしてるんですけど、これまた雑学ネタで飲み会席で役に立てばと思うんですけど、人間が作った人工の惑星探査機って太陽圏を出た宇宙船が2つほど実はあるんですね。ボイジャー1号2号っていう木星、土星、海洋星、冥王星を探査した宇宙船でして、今というか2012年に太陽系離脱したというなんか話題が NASA から出てました。地球というか人間が作った人工物体としては一番遠くまで行って、距離としては大体太陽から180億キロぐらい離れているそうです。で、電波を飛ばすと送信して18時間経たないと宇宙船に到達しない。で、当然宇宙船からの返信も18時間後にしか届かないので、命令を間違えるととんでもない方向に飛んでいっちゃうらしいんですけど、機能としてはほとんどもう停止してて、今はもうただ宇宙の中をさまよい飛んでいるような状態だそうです。はい、待ってしまいましたね。はい、次の曲に行きます。次の曲はちょっとあまり今まではジャンルちょっと異なるんですけど、映画音楽の中から一つ選んでみました。007の死ぬのは奴らだということで、こういうマッカートニアのウィングス、今はウィングスって言い方をしますけど、彼が作曲をした曲で、まずはちょっと聴いていただければと思います。Thank you.
実際のウィングスのライブでこの曲を演奏すると、あのご覧になった方は多分ご存じかと思うんですけど、こう爆音系なんですよね。あのピアノが爆発したりとか、炎が上がったりとか、でこの店でそれやっちゃうと火災が起きるので、まあ、もちろん最初からやるつもりはないんですけど、あの結構ド派手な演出で、あの観客を楽しませてくれる、さすがポール・マッカートニーだなとか思うんですけど、ここで007にまつわる話をしたいと思います。あ、その前にあのちょっと一方的な僕の話だけだと面白くないので、ちょっとあのクイズをしたいと思います。当たった方にはあの飲み物チケットを一つ差し上げます。あ、これで皆さんご乗り気になりましたよね。はい、問題です。でも結構難しいしかないかな。ご存知の方はご存知と思うんですけど、スマホは使わないようにしてください。簡単に調べることができるので、007、007の映画は今まで、あの第1作から24作ずっと続く、あの番外も入れると25作あるらしいんですけど、あの作られています。で、あの登場人物の主演はご存知のとおりジェームス・ボンドです。で、問題です。ここまでジェームス・ボンド役をやった人は何人いるでしょう。はい、あれ4人ですか。ブーです。ダメダメ、回答権は1人1回じゃないです。はい、他にはブー。でもなんか言ってくってことは当たっちゃいますよね。じゃあ最後の回答、早物勝ちです。はい、何人だと思いますか。外れです。あれ結構いいね。回答正解が出ませんでしたね。意外と出るかなと思ったんですけど、あの正解はですね、6人なんで。はい、あのでも酒のネタになりますよね。ちなみに順番に俳優名を挙げていきますと、ショーン・コネリーが第1代ロージャー・ムーン。はい、あ、ごめんなさい、あのジェームス・モンド。次に、あんまりこの人は知られてないんですけど、ジョージ・レーゼンビーっていう人が一作だけ出てきました。女王陛下の007という映画に一回だけ出て、それで終わり。で、その次が、あの先ほど話があったロージャー・ムーア。で、あの、あ、そうそうそう、あの、実は僕もなんですけど。で、あの、ここで、あのロジャー・ムーアとショーン・コネリーは実はロジャー・ムーアの年上で、最初はロジャー・ムーアにオファーが来たそうです。はい、でそのロジャー・ムーアの次がティモシー・ダルトン、でその次がピアース・ブロスナン、で最後がダニエル・グレイ。で今彼が最後のジェームス・ボンド役で、あの噂では今年から来年あたりにシリーズ25作目、あの漫画編入れると25作って言いましたけど、あの正式には24作で25作目を今度あの出演するということがほぼ決まっているそうです。で、あの007、あ、007、この24作あるので、当然日本でもロケがありまして、1967年なんですけど、二度死ぬという映画で、あの日本ロケが大々的に行われました。で、主演はそのショーン・コネリーなんですけど、日本側の主演はなんとなく丹波哲郎さんだったんですね。もう亡くなっちゃいましたけど、はい、で、あの役柄がタイガー田中っていうエージェントとして出たそうです。で、ボンドガールがあのもうおばあちゃんになっちゃいましたけど、浜美恵さんと若林玲子さんって言ってもわかんないですね。もうかなり年の方に、この二方がボンドガールとして出られてまして、撮影場所としてはあのニューオータニがその日本側のエージェントの建物としてあの出てきまして、あとは丸の内線が出てきたりとか、あの実際にあのジェームス・ボンドはあのお相撲、大相撲を観戦してるんですね。佐田の山っていう関取なのかな、彼が横に行って説明をしたっていう、あの割とこうあのあんまり知られてない話なんですけど、実際にあの横綱が説明したっていうのはその時は初めてだったそうです。で、あの007の映画はこう秘密兵器が毎回出てきますけど、ボンドカーがその時はトヨタの 2000GT というスポーツカーだったそうです。はい、あのなんかトヨタの本社にその車が飾られているそうで、その二度死ぬを
あのストーリーはまた奇抜な内容でして、阿蘇山の火口からロケットが打ち上げられて、米ソの人工衛星を捕獲するっていう内容で、あの悪役がその東西冷戦の要するにアメリカとソビエトを戦争を仕掛けるっていう、こうなんか後ろでこうカンカンカンことはしてますけど、あのそういう内容で大々的に映画が作られたそうです。はい、少しは面白かったなで、まあジェームス・ボンド007映画をご覧になった方お分かりだと思うんですけど、割とこうユーモアにあふれている曲ですけど、結構奥が深い内容でして、まあ、ただジェームス・ボンドって紳士的な役なので、振る舞いも紳士的で、注文する食べ物や飲み物も結構紳士的なものが多いそうです。で、名前の紹介の仕方が結構かっこよくて、まあ、ちょっとあんまりハートがきれいじゃないんですけど、どういうふうに彼が実行紹介するかというと、 The name is Bond, James Bond、 日本語で訳すとボンド、ジェームス・ボンドです。つまり英語で My name is 何とかっていう紹介の仕方がしないそうです。でなので、これが歴代の映画の中では名セリフになったというふうに聞いてます。はい、あー、なんか質問に書いてしまいましたねもう実は早くも最後の曲でございます。これも第1回のライブから演奏している曲ですけど、あ、なんかチャイムが鳴ってるアース・アンド・ファイヤーの宇宙のファンタジーという曲を最後に演奏したいと思います。これも70年代のもうかなり有名なヒットした曲でして、アース・アンド・ファイヤーの看板曲のような曲といっても、まあ、過言ではないかなと思います。そうしましたらお聴きいただければと思います。ファントムです。
全部服を寝装しちゃったんですけど、ちょっと最後にちょっと一曲演奏します。ありがとうございます。そしたらちょっと最後の曲を演奏したいと思います。これもあの YMO の曲でして、あのライディーンという、これもあの第1回目から演奏している曲です。宇宙を駆け抜けるあのニュージャーライディーンというのがあの元ネタになっているんですけど、この曲を演奏してしたいと思います。よろしいですか。
ありがとうございました。時間が経つのは早いので、もう終わりの時間なんですけど、最後に最初に演奏してくれたジャズバンドとのタイアップで、前回のことですけど、タイアップって言っていいですか？What's Going On っていう曲を一緒に演奏したいと思います。ここでまた歌姫のゆかりさんに登場していただきます。ピアノの、はい、ジャズバンドの方どうぞそれぞれのポジションについていただければと思います。ちなみに古い曲でいろいろなミュージシャンの方が演奏しているないしを歌っているのでご存じの方多いと思うんですけど、What's Going On っていう意味、いろいろ意味があって何があったのっていうのが一般的な意味なんですけど、実はこれ反戦の歌曲でベトナム戦争からの帰還兵の内容をもとにマービン・ゲイという人が作った曲です。で曲の中で What's Going On というところがあるのでそこを皆さんと一緒に歌いたいと思います。はい、改めまして今日はライブに ご来場いただきましてありがとうございます。僕の話した内容が少しでも先の席のネタになれば嬉しいです。例えばなんかアルシーヌみたいなやつがこんなこと話してたなっていうことを思い出していただければ古いですよね、アルシーヌ、はい、アルシーヌになっちゃうよでは皆さんと一緒に昭和できればと思います。 What's Going On です。Yeah.
楽しいひとときを過ごせたかと思います。アマよいきなりなんかはい、また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。まだお食事あるいは飲み物もまだ注文できると思いますので、もうしばらくご観覧いただければと思います。本日はありがとうございました。皆さん見ていただきありがとうございました、楽しい時間を皆さんと過ごせたことと思います。そうですね、お店 の、 マスター、これにていろいろ今日は第2部の、ありがとうございます。配信マスターにも最後にさせていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとう。